はいどうも、りょういちです。それでは、7days to die やっていきたいと思います。今回もね、ちょっと、マチエテ探しをね、続きやっていきましょう。くまなくこの廃墟街をね、まあ、早速ね、ゾンビがはびこってますけどね、多いな。とりあえず、雑魚は始末するか。よし。一撃。やっぱスレッジの方がいいかな。スパイクよりかはスレッジの方がね、一撃の威力がやっぱ高いし、リーチも若干長いはずだから。スレッジかな。当てやすいからね。緩ませれる確率もやっぱ高いし。まあ、囲まれた時は、ね、あれだけどね、脳震盪を食らって、ね、囲まれたりしたら、確実にスパイクとかでやった方がいいんだろうけど、スレッジだな。囲まれることを想定してたら、あれだから、スレッジで行こう。そんなにインベントリ持てないからね、結局。いくつも武器を持てないから、他にも色々持たないといけないショットガンとかね、持たないといけないしね。今回クロスボウの、あれも持つとしたらね、結構圧迫する。回復入れてってやったらね、近接は1本かなって感じだよね。よし、リュック探し。リュック、この辺はなさそうだな、あんまり。ここはガレージだよね。ガレージの金庫はね、見てもあんまり旨味がない。中にはリュックないだろうな。あとスペースもないか。ないか、マガジンだ。いいか。リュックは、外にはあまりないね。この車屋も、リュック少ないよね。車屋もほとんどリュックはないイメージだけど、どうだろうか。一応見ていくか。車も中はね、あんまり、今はそこまでかな。欲しいものはないから、見ても仕方ないっちゃ仕方ないな。一応ここだけ見ていくか。ないな。特にないな。よし。あとは、一応中見てリュックを確認しよう。あるかもしんない。1個ぐらい転がってんじゃない？ダッフルバッグとかね。たまにあるよね、ダッフルバッグ。紙。ないか？あ、ないな。スーツケースはどうだ？あるかな？スーツケースもなしか。空か。こっちはどうかな？あ、スーツケース。これだよね、スーツケース。あ、スーツケースだ。さあ、どうだ？あー、空かよ。空か。マジかよ。残念。屋上に上がれるということはリュックがあるのか。ないか。リュックはなし。よし。まあ、この車屋にはスーツケースがあるね。あるということが分かった。そして、こっちはガソリン。よし、OK。こんなもんか。車屋はこんなもんだね。じゃあ次は隣に行こう。今、ゾンビがね、病んでるからね、今のうちに、調べようか。ここもボロボロだ。期待値としては薄い。ないか、リュックじゃないな、ゴミだもんな。本当にランダムだからな。ないな。上のゴミがリュックになってる可能性もあるかな。ここは、あ、でも、なんかいつもと違うな。こんなんだったっけ？ないな。何もありませんね。さらに上。ないかな。ないだろうな。ここはなさそう。どうだ？死体とゴミか。残念。まあ、弾は嬉しい。よし。なかったね、でも。リュックはなかった。ゴミしかなかったわ。お、こんなところに、あ、リュックあった。よし、どうだ。あー、外れ。道端のリュックは外れか。ん？あそこにいるのは警官じゃないか。マジかよ。佇んでやがるぜ。そしてスポーツバッグ。外れか。これだけ漁っても出ないってね。なかなかだよね。リュック結構見てるけどね。本当に出ないな。出ないときは出ないんだ。あー、湧いてきたな。あとはこのガソリンスタンドか。このガソリンスタンドは、どんなやつだ？あー、大して広くないやつか。何もないな。ここは見たことあんのかな？あ、見たことあるね。ガソリンスタンドだから、漁った形跡がありますね。スーツケースもないしな。こっちは、あ、こっちはあったわ。どうだ？あー、空か。残念。スーツケース残念だな。OK。上は？屋上は上がれないぞ。あ、中から上がるタイプのやつか。ちょっと危ない危ない危ない。やばいやばい、ゾンビが。よし。確かこっから、よし。リュックは、あるあるある。スポーツバッグ。さあ、どうだ。あー、外れだ。そして下へ。ないか、あとはゴミだね。よいしょ。OK。脱出。で、ここのブロッククリアだ。次、隣に行きましょう。ここはスケート場か。スケート場は多分、あんまりないのかな。わからんな。あまりない建物だからな。探索するっていう機会が少ないからね。リュックとかはどっかにありそうだけどね。普通に。転がってそうだけど、死体は結構ある。死体とゴミは、ね、あるね。ゴミの山だな。ゴミだらけだ、本当に。死体もしょぼい。ないな。リュックはない。これ裏とかに、ないか、ないな。ここは金庫があるぐらいか。何もないね。OK。じゃあ、スケート場は終わり。おっとっと、危ない危ない危ない。あの野郎。やばい、警官が来やがった。一回やるか。スナイパーとピストルのコンボで勝てるかどうか。よし。お前やめろ、バイクに当たるだろ。ぐらいやがれ。うわ。2発撃ち込んで、ほら。どうだ？え、死なない。自爆した。死なないのか。もっと連射する必要があるか。微妙だな。微妙だったか。3発。スナイパー3発打ち込んでだったらいけるのかな。やっぱハンドガンのダメージじゃ。ねえ、そう、無理か。危ない、危ない、危ない。危ない、危ない。いて、やばい、脳震盪だ。いててて、やめて。死ぬ、死ぬ、死ぬ。マジで、危ね。危ねえ、ダメージでけえな、敵の。雑魚でこれかよ。雑魚のダメージ高いわ。やばい、今、蜂の攻撃食らったら死ぬぞ。マジか。防具もちょっと見直すか。いててて、いててて。いやー、引っかかった。助けてー。危ねえ。これはマジで、高度は死ぬ率がさらに上がった気がするな。不安がね、高まったね。いやー、マジか。雑魚でもう囲まれたらもう脱出できないね。脳震盪食らったら確実におだぶつだ、これ多分。だから一発の被弾もね、許されないよね。一発被弾して、それが脳震盪とかね、出血とかを同時に付与されたら、囲まれて、その後多分死ぬわ。抜きたか、しかも。いて、その距離で当ててくるか。本当にトラップだな。トラップをいかに、維持するか、ばらまけるか。待ち手探しでは本当になくなってくるな、これ。待ち手探す前に死ぬよね、これ。見つけれないよね。このガレージだからな。リュックは落ちてないな。リュックは落ちてないか。この中もないだろう。あ、本棚が2個もあるんだ。まあ今はいいか。今見てる場合ではない。一瞬の油断がね、命取りだから。あ、スパイダーか。あ、そしてゾンビ。やべえぜ、こりゃ。恐ろしい。うわー、警官じゃねえかー。危ない、危ない、あー、壊れていく。崩れるぞ、この建物。危ない、危ない。この崩れるのに巻き込まれたら終わりだ。警官マジ来るな。戦えないんだよね。自爆を誘発することはできるけど、それじゃあね、フォードはね、生き残れないからな。自爆エリアみたいなの作ってもよかったな。闘技場にね、警官を誘導して自爆してもいいゾーンを作るべきだったかもしれない。くそー。これじゃ街探索もままならないぜ。あー、スポーツバッグがある。これだけ漁っていこう。あー、ダメか。出ない。頼みの綱のマーチエテさえも出ない。俺に希望はないのか。次のブロックに行くしかないな。こうなったら。次はこの隣のブロックか。もう道端のリュックだけでも見ていきたいレベルだな。厳しい、本当に。建物内のリュックはね、結構厳しいな。この、立体駐車場って何かあったかな。あんまり何もあるイメージはないけどね。多分ないと思う。金庫ぐらいだよね。金庫とか、ね、そういうのがあるぐらいだと思うんだけど。屋上にリュックとか転がってるのかな、もしかしたら。死体とゴミと、段ボールか。ゴミだな。やっぱりゴミか。まあ、それがランダムでリュックに変わる可能性があるんだろうな。マジか。厳しいぜ。普通の街の方がね、探索はしやすいな。これだったらな。警官とか特殊ゾンビがいるおかげで、結構難しいぜ。探索するのがね。よし。ここ、でもリュックがね、意外とこういうとこにあるからね、普通の街よりリュックの数はね、廃墟外の方が多いんじゃないかなと思うんだよね。これは見てたか。多分。探せばね、おそらくね、廃墟外の方がリュックの数はね、多そうな気がするんだよね。そう。敵が多いぜ。てか、俺バイクどこやったかな。立体駐車場の周りだったな。反対側か、あっち側か。こっちに、あったあった。道端リュックをもう探していこう。道端リュックないか。ないな。ここはどうだ。ああ、ゴミか。ゴミだな。上まで登ってる余裕がもうないな。雑魚も強いからな。そして次行こう。ここはトレーダーのね、フルボケットトレーダーハウス。ここはないんじゃないかな、ほとんど。櫓にもしかしたら、リュックがあるかもしれない。ああ、ないか、でも。反対側はどうだろうかな。こういうところなかなかなさそうだな。ないか。ないな。なさそうだな。いいか。よし。次々。銀行。銀行は屋上にあるのかな？ん？警官か今の。警官だ。警官多いよな。うわわ、危ない。何か自爆した跡がある。犬もいる。犬もいるぞ。仕留める。仕留めれない。あ、死なないの ?2 発でも死ぬ。マジか。くそ。いて、焦るな。焦るんじゃない。出血した。マジか。え、なになになに、ああ、翻弄されてる。おら。よし。危ねえ。マジか。当たりどころによっては2発でも死なんのか。犬、スナイパーライフルで。それは痛いな。だいぶ痛い。犬は用心だな。そして、あ、ここから上がれるんだ。よし。さあ、どうだ。リュックあるか。リュックはない。死体だけか。あったあったあった。よし。どうだどうだ。ちょっと待てよ。あいつ。お、うっとうしい。よし。あー、外れ。残念。怖いな。ここから降りよう。そして、この隣の建物へ。お店。あるか、死体と。リュック、あれリュックない。リュックないな。あ、あったあった。ダッフルバッグ。あ、外れだ。マジで見つかりませんね。うわぁ。お前ら上がってくんじゃねえ。お前ら上がってきすぎなんだよ。おい、ちょっとやめろ。危ない、危ないから。落ち着いて。落ち着いてください、皆さん。落ち着いてください。危ない。うわぁ、バックで浮いて。犬だー。あー、危ない。ふざけんな。うわぁ、警官もいるぞ。やばい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 。出血もするし。まずいな、マジで。えぐいえぐい。えぐいな、ここマジで。本当に。でも、昼間のここを生き残れなかったら、コードは確実に生き残れないよね。そうなんだよね。昼間のここを生き残れないと、本当に、コードは 100% 無理だから、どうするんだ、俺は一体。今ね、戦えなくちゃね。今逃げていたら、本当に、コードではね、絶対にやられてしまう。でも、これは逃げるよね。これは、俺は、逃げるわ。俺は無理だ。あー、警官2体いる。うわー、マジかー。これは逃げます。私は逃げます。残念ながら。コードでは戦うしかないけど。ガタガタなんだよ、後ろ。やばいな。突っ切るか。一気にもう前を突破しよう。おら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 。いやー、恐ろしいぜ。あの数。これが全員走ってきて、フェラルと、ね。他の特殊なゾンビ、ソルジャーとか来るわけだから。いやー、本当にトラップだけで勝てるのかっていう話だよね。厳しい気がしてきた。本当に。マチエテがあったとて勝てるのかどうか。だからでもないよりはね、全然違う。安心感が違うはずだ。伝説の武器マチエテ。なんとしても見つけないと。見つけて、あれだな。伝説の武器、マチエテを見つけてようやく希望がね、生まれるっていうぐらいだね。見つからなかったら絶望しかない。フォードは。地獄だ。でも4日のもう夜だからな。ちょっともう時間がね、怪しいな。危ぶまれてきたね。これは見つかるか？本当に。最悪、あと5日目になって、ただあれか、隣の町でもちょっと様子を見に行くか。あっちの方が探索はしやすいからね。もうないな。あんまりないな。この辺はないな。見当たらない。パッと見では見えない。ハイライト表示してくれないかな。リュックだけ。あの建物怪しいな。あれ、多分一番期待値高いやつだ。3つの可能性。3つのリュックの可能性のポイント。あ、1個ゴミだ。1個ゴミ。でも、あそこはリュックだな。よし、いいね。来い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 。そろそろ来てくれ、マチエテさん。どうだ？あー、ダメか。上、あと上か。この建物本当に美味しいわ。どうだろうか、上。おっと、変なとこに置いちゃった。よいしょ。あー、リュックズ。よし。さあ、どうだ？あー、来ないか。来ないね。残念。惜しいな。本当にリュック見てんのにな、結構。これだけ出ないか。くそー。次の建物に行くしかない。今とりあえず、あれだな。あ、犬いるわ、でもあそこに。怖っ。やばい。解き放たれた。来るか。ハンドガンで行くか。ハンドガンで何発で死ぬんだろう。あ、ヘッドショットだったら2発ぐらいで死んだか。それかクリティカルか何か出たのかな。わからんが。バイクの場所をまた見失ってしまった。まあいいか。また見つかるだろう、そのうち。あったわ。よし。とりあえず確実にリュックがある場所を狙っていくから、店の上とか、店の上とさっきのね、期待値の高い建物だな。そこをちょっと残り見よう、この街では。ちょっとあるかゴミかどうかのね、危険なところはね、無理だな。今もう見れないな。敵が多すぎて。ここはお店が、4つもね、あるから、よし、ここ期待値あるよ。リュックが4つあるということだ。死体からもね、弾があればいいけど。よし、スポーツバッグ。外れ。1個だけだよね。お店の上は1個しかないから。さあ、死体から。そして、どうだ？あー、来ない。あれ？食料品店にはないのか、リュック。食料品店にリュックないな。あ、スパイダー登ってきやがった。マジかよ。よいしょ。あ、顔じゃないと死なんか。あ、死んでない。です。食料品店にリュックないんだね。知らなかった。お店って言っても食料品店以外にしかないのか。仕方がないな。ってことはここもないのかな。あ、でもここにリュックがあった。どうだ？なあ、水か。これも食料品店だな。ないね。死体もないんだよね。ないようだな。残念ながら。じゃあ、外れか。残念。次行こう、次。犬の群れ。犬が本当に多い。犬ってだけでね、結構翻弄されるからな。厄介だな。そして夜も近づいてきた。ここが期待値の高い建物かな？これそうかな。そうっぽいね。そうだな。期待値の高い建物だろう。でもない。あれないぞ。違うな。ちょっとバリエーション違う。形は似てるけど、違うな。あそこ通りの羽だし、あ、違うか。ちょっと違うやつか。残念。形は一緒な感じするけどな。置いてるものが違うから。違うんだ。あ、金庫とかあるしな。なるほど。まあいいか。よし、次行こう。いて。しまったー。焦った。はい。期待値の高い建物に来たけど、ここはゴミ。そして向こうもゴミか。上は？上の3カ所目。3カ所目はリュックであってくれ。どうだ？あー、リュック、よし。ダッフルバックだ。どうだ？あー、来ないねー。来ない。本当に、期待値のこの高い建物でさえね、リュックが出る確率が、まずリュックが出ないもんね。ゴミだもんな。残念ながら。ゴミに変わっているからな。この隣は違うか。この隣は違うね。一応後ろ、ここがリュックの可能性はないな。ゴミだ。そう、ダメだ。あとはもう夜が近づいてきてからね、探すのも結構ね、大変になってきたよ。見にくいから。リュックがね、地面に落ちてる。リュックがね、見分けがつけにくくなってきたね。ああ、もうあんまりないな。21時か。やばいな。あ、ちっちゃいリュック。よし、ちっちゃいリュックだ。よし。どうだ？ああ、外れだ。こういう今のちっちゃいのとか絶対見落とすからな。こんなところにリュックがあったぜ。これは時間的に見てもね、これが今日はラストのリュック、ラストリュックになるかな。さあ、どうだ？あー、ダメだ。出ないか。出ないわ。もう厳しいか。今日はね、夜になったらもう捜索は厳しいな。さらに困難になるだろう。ペラルがここにね、追加されたらね、100% もう負けるしかないからね。残念ながら。今日は諦めるか。あ、あのところに、あー、ここ久々にスポーツバッグのね、タイプの建物だ。さあ、どうだ？ダメだな。ダメか。これだけ本当にリュック見てもな、見つからないのか。厳しいな。よし。拠点に帰ってきた。とりあえずは、今日の捜索は、ここまでにしよう。いやー、なかなか見つからないね。見つからないもんだなぁ。マジで。もう4日だからね。5日になってしまう。5日のまあ、午前中とかはね、隣の町へ行こうか。だから、隣の町へ行って、最後リュック探し。町へて探しだね。最後に。そこをね、やろうか。次回。町へて探しのね、第3回目。果たして、高度までにね、町へてを見つけることができるのか。これに希望はあるのか、ないのか。わからないけどね、やっていきましょう。というわけで、今回はこの辺で終了します。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。